俳優の結城公募氏28が、10日放送のフジテレビ系バラエティ、ネプリーグ SP、午7時に出演。一部で伝えられていたサッカー、三笘薫、25の兄であることを公表した。写真、リテル、結城康生の弟、三笘薫。番組内で、結城くんの弟は三笘選手なの、と向けられると、はい、と返答し、セロップでも、サッカー日本代表三笘薫の兄結城康生、と紹介。爆笑問題の太田光が、三笘の2ミリって言われている、とボケて笑いを誘った。この日の放送では、新月9ドラマ、風間公親、表情ゼロ、から木村拓哉、浜田隆博、ジャニーズウエスト浜イコール遺体児、結城、原田泰造、ネプチューン、と林修を加え、名倉潤、ネプチューン、と堀内健、ネプチューン、率いる、爆笑問題、太田光、田中裕二、クスクラブ、大島康沖、早乙女玲によるタイタンチームと対決する。結城は、スーパー戦隊シリーズ、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー、2018年、テレビ朝日系、デパトレン1号、浅香慶一郎役を担当。以降も注目作に次々出演している。